大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？人が倒れています。誰か助けに来てください。あなたは119番通報してください。あなたは AED を持ってきてください。はい。私たちは今応急手当を学んでいます。あ、人が倒れてる。まずは周囲の安全確認。安全確認ができたら反応を見ます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？反応がない場合は周りの人に呼びかけます。人が倒れています。誰か来てください。119番通報と AED の準備です。あなたは119番通報を。はい。あなたは AED を持ってきてください。はい。呼吸を見ます。胸やお腹が動いているか見てください。ただし確認は10秒以内、10秒以内で判断してください。普段通りの呼吸がないと判断した時には胸骨圧迫を開始します。1、2、3、4。こうやって胸の真ん中を30回圧迫します。圧迫のテンポは少なくとも1分間に100回。このテンポ以上です。次は気道を確保して人工呼吸、鼻を塞いで2回吹き込みます。人工呼吸がためらわれる場合は省略しても構いません。ただし胸骨圧迫は続けます。胸骨圧迫30回、人工呼吸が2回、これが1セットです。結構体力がいります。これが AED、 これが本体、これがスイッチ。種類は他にもありますが基本的に同じで音声に従うだけです。パッドは右胸と左脇に貼ります。さてここで注意です。子供は子供用パッドを使います。体が濡れている時はしっかり拭いてください。ペースメーカーが入っていることが分かったらペースメーカーから離して貼る。薬や湿布が貼られている時は剥がして拭いてください。あとは音声に従ってボタンを押すだけ。ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。ショックが完了しました。僕にもできる。もちろん私にも。誰でもできる。心停止が起きた場合、私たちが駆けつけるまでの間が一番大切なんです。皆さんが応急手当をしてくれて、救急隊が適切な処置を行い、そして私たち医師が救急医療に最善を尽くして患者を助ける。そして尊い命が守られていくのです。助かる命をあなたの応急手当で助けてください。応急手当講習については最寄りの消防署までお問い合わせください。ビーチバレーボールでレシーブに入ってまして、それを受けるときに前かがみになった途端に前へ倒れ込むような形になりました。それから意識を失ったという感じですね。自分が、そういう状況に陥るとは思ってませんでした。でなおかつ自分がいざとなった時にそういう、行動が取れるかどうかということも考えた場合に、やはり非常に命を救っていただいてありがたいと思ってます。最初事務所に私おりまして救急車の要請がありまして、でその後、AED をっていうような声が聞こえたので、ここから AED を持って現場の方に向かい、お仲間の方がもうすでに心臓マッサージを、しているような形 で、まあ、すぐに心肺停止状態っていうのが分かりました。私自身、職場で講習を受けさせていただいたということと、その講習の中で、とにかくAED のパッドを、貼ってくださいと、あとは機械が判断しますのでというようなことを教わりまして、その時の行動が、できたんだと思います。
男性の方が倒れていて、で、傍らに AED が、まあ、近寄ってみるとですね、まあ、顔色が蒼白で、全身の力が抜けたような状態でいました。で声をかけたところ目を開けて、手足も動かしているような状態でした。患者さんが病院に到着した時にはすでに意識ははっきりした状態でした。 AED がやっぱり、置いてあってもそれを使えなければやっぱ宝の持ち腐れになりますよね。ですから早めにそれを、使えるようにするにはやっぱりその講習を聞いていただいて実際に AED を使用できるっていうふうなことがやっぱり必要だと。 AED の操作方法、応急手当の方法など応急手当講習は各消防本部で実施しています。詳しくは最寄りの消防署にお問い合わせください。